今日はクラス対抗イベントの話だ。球技大会だ。今日はサッカーだ。男女混合でチーム分けをした。ゆうやくんはキーパーなんだ。うん、ルールとかまだよく分かってないから、とりあえずだ。くそ、へい。やっぱりりょうくんってすごいね。ああ、ちょっとジャンプできるかい。こんな感じ。いいね。僕見てないからね。じゃあやめ。あいつらな。これがサッカーの気候下で僕のシュートだ。な、瞬間移動してなかった。思いっきり。これって得点になるの？気にするの、そこ。